めぐみ TV の事務所ではこのように飲み物がたくさんあります。ただ冷えてないです。特に最近春になってきて陽気でとても暖かく、冷たいものが飲みたいなと思うことがあります。僕はその時、そう、昨日の夜コーラが飲みたいなと思ったんです。でもすぐに飲みたかった。もう帰るまで間もない時間だったので急速に冷やそうと思ってコーラを手に取り、冷凍庫に入れました。忘れてました。昨日の夜入れて今コーラはどうなってるんでしょうか。見てみましょう。関根さん、冷凍庫壊してごめんなさい。ごめんなさい。は？冷凍庫壊してごめんなさい。何それ。ああマジか。何？コーラが爆発してます。こらー。お、最近のやつは爆発しないって言ったじゃろ。じゃろ。あれ古いやつだったんですね。ドッカーン。なにこれ、もうもうやっぱしまいますよね、とりあえず。こらー、なんかどうなってんの。切り裂いていこうぜ。立たない立たない。コロンブスのコーラになるんです。これはすごいですね。凍ってから爆発したんですね。でも美味しそうだよ。美味しそうですね。今ならいっぱい缶あるからさ。まずい。